はいどうもハサクです今回はうち、えー、飼育しているカリフォルニアキングスネークに餌を与えていきたいと思いますちょうどね脱皮していたんで今頃お腹空かせていると思いますそういえばねカリキンに餌をあげる動画出してなかったのでね今回やっていきたいと思います、えー、それではね早速与えていきましょうめちゃくちゃ綺麗なな蛇です与えるのはピンクマウスの M サイズですね もう食欲旺盛なんですよね食欲旺盛すぎて目に入るもの何でも食いつこうとしますねいい食いつきですねここから8倍速でお送りいたしますいやあの仮菌飼育している方ってどこも荒い子ばっかりなんですかねやっぱ噛みついてくるんですよ何にでも プラケースととかか水入れとかにも噛みいいてくるぐらいね食欲旺盛な子ですねでなんかコーンスネークよりは飲み込むのがゆっくりっていうイメージがありますねまあ餌のサイズにもよるかもしれないんですけど意外と飲むのゆっくりなタイプのヘビーだとなんか飼育しててそんな感じに思っています、まあ、それでも結構早いか早い方か 濃いっすよね、飲むときはい飲み終わりましたねこれね飲み終わったあとちょっと顎を調整するんですよほらこれこれめちゃくちゃ可愛いっすよね顎を外して飲んでるんでその後にねちょっと自分で直す感じが蛇の可愛いとこですよねでまだ餌ないかなと思って僕の方をこう寄ってくるのも 可愛いんですけどあのケージ開けたらね僕の顔面に向かってねこう伸びてくるんでちょっと怖いんですよね手じゃなくてもう顔面の方に寄ってくるんでさすがにちょっとまあ飛びつかれはしないんですけど、えー、結構怖いですはいというわけでねあの僕のトーク力が持たないんでこの辺で終わりたいと思います大体8分ぐらいですね食べるのに えー、ゆっくり食べてるなーっていう印象がありますねでまだ餌欲しそうにしているんですが、えー、今回はねこんな感じにしますまたねカリキンの動画とか、えー、コーンスネークの動画とかいろんな生き物動画を上げていきたいと思いますので気になった方はぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたしますこの子ねめちゃくちゃもちもちしてて肌触りいいんですよねただ それがね、噛みついてくるんでなかなか触れないんで、まあちょっとね、ツンってしたり、持ち上げるときにだけ、えー、堪能させてもらってる感じですね。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。